タワは三上気候機の獣脚類恐竜の属の一つ。属名は、プエブロのホッピ族の太陽神の名に由来する。模式ワはハラエのホロタイプにして、唯一の標本は、ニューメキシコ州、ゴーストランチのヘーデンクオリーで発見された。ヘレラサウルスの近縁種と、コエルフィシスが、同じ場所で発見されたということは、三上気候機に、ゴンドワナ大陸の現在南アメリカ大陸である。 地域から恐竜類が発生し、そこから世界中に放散していったことを示唆する。種商業は、ゴーストランチ古生物学博物館の創設者、ルース・ホールへの県名である。ホロタイプ、生態、人のサイズ比較、タワは、生態では、全長、約2.5メートルに成長したと推定された。タワは、他の恐竜のたくさと、区別できる特徴を保存していた。 その頭骨の形態は、コエロフィッシュ類のものに似ており、骨盤は、ヘレラサウルス類のそれに近い。コエロフィッシュ類と同様に、タワには、上顎骨と前上顎骨の間に、くびれがある。四肢のプロポーションに関しては、大腿骨が、頸骨に比べて、非常に長い。タワが、頸椎を元気化させていることは、昨日の期限が新獣脚類の発生よりも前である、こと、 およびヘレラサウルス類が流脚形類の祖先である可能性を支持する。また、恐竜の鳥への進化とも結びつけられる。ヘレラサウルスやエオラプトルのような初期の恐竜と比較すると、タワは華奢な作りである。2009年のネスビットラによるとタワは次の特徴に基づいて同定できる。全耳骨は頭蓋内イの複足性中線で合わさり、 前鼓膜看号は元後頭骨の前面で大きく拡大し、前耳骨と腹長蛍骨の後部突起の後背基部に深いくぼみがあり、規定結節の後面の中央背腹側に伸びる鋭い隆起があり、大腿骨頭の後面に不完全な人体口があり、半円形の第四天子が存在し、蛍骨近一端の内側後下の後円にある小さな半円形の溝があり、巨骨の腹側表面に、 段が存在し、第1、中足骨が、他の中足骨と同じ長さである。現在、タワーと命名されている、化石の最初の発見は2004年だった。ホロタイプは、グレーン241とカタログされた、亜生体で、ほぼ完全な頭骨、前肢、部分的な脊椎、甲肢、肋骨、そして遺跡で構成されている。 その標本は脳箱が開いていることとんセントロルスーチャースが融合していないことに基づいて亜生体と結論付けられた。その個体は少なくとも7歳でグレーン242という他の個体も同じサイトから発見されている。グレーン242もまたほぼ完全な骨格でホロタイプよりも30%大きな生体であることが示唆される。グレーン242は 大腿骨、肩骨、おしでなる、グレーン155や、頸椎グレーン243と共に、本種のパラタイプとして記載されている。それらすべての標本は、初期恐竜を多産するニューメキシコ州のヘイデンクオリー、産出である。それらは三畳紀のオリアン紀のシルトストームの層で、発見された。タワは二千九年に、アメリカ自然史博物館のスターリングネスビットら五人の、 研究者によって現記載された。ドロモメロンとタワの共存に関する研究に基づき、ベネットは両者は一つの種の成長段階であり、ドロモメロンは幼体であり成長するとタワになると結論づけた。しかしながら年齢による変化では説明できない大腿骨の顕著なサイトドロモメロンの生態の標本の存在から、ロドリゴ・ミュラーは2017年にベネットの説を否定した。 模式したは払えは2009年にコエルフィッシュスよりも基盤的な三条期の初期獣脚類として記載された。同年、モーティマーはネスビトラによる古い分析では考察された近縁な恐竜のすべての特徴を考慮できていないため分析が十分でないと指摘した。しかしたははヘレラサウルスやエオラプトルやスタウリコサウルスのような当時初期の獣脚類と考えられていた。 流番類よりも派生的であることが示唆された。スーズラは2011年に、タワは初期獣脚類から派生したものと考えた。タワと他の初期獣脚類の分岐分析は、タワが基盤的なコエロフィシス類の特徴と新獣脚類の祖先系のように見える特徴を組み合わせているため、初期恐竜のグループであるコエロフィシス上下は、恣意的な分類群である可能性があることを示している。 タワは全死に3本だけの機能死を持つ肉食恐竜のグループである新獣脚類の姉妹群であると考えられた。2011年、マルティネスらはタワはコエロフィシス上科の再基盤であると結論した。2014年、ルーラはタワが基盤的な獣脚類であるとした。タワのこの位置づけは2017年のオルニトスケリダの論文でデビッド・ノーマンやポール・バレット、 マシューバロンにも支持された。ありがとうございます。